もうすごい、スケイじゃん、スケイじゃない、玄関に下着が転がってるんですよ。まあ、部屋の中ももちろん服が散乱していたり、布団も引きっぱなしで、こういう子がないらしいから、臭いです、入った時から。誘惑がない、無法地帯の部屋に住む女、その正体は小石久美子ちゃん、小石久美子ちゃん、小石久美子ちゃん、来たんだよ今日。私潔癖症です、本当に潔癖症。ついに来い、ちょっと待って、その悪魔が救うマンションの一室に捜査のメスが入る。だって3人で鍵渡したんですよ、寮だから。ここはちょっと、やばいやばい、赤、奥にある扉を開く。するとそこには、うわ、紛れもない汚れアイドルの住処が。プライベートですよ、ここは。ゴミ、漫画、布団などが敷き詰められた現役アイドルの部屋。やばい、これは寝間着だろうか。床には衣服が散乱しているが、そこら中毛と埃にまみれている。どこが潔癖だよ。そして本当にゴミ箱が存在しないため、あたりはゴミで溢れ返っている。あろうことか、傷んだバナナまで潜んでいた。腐ったバナナ、使用済みティッシュ、布団周りがいつもの置き場なのだろう。うわー、やだ。部屋全体がゴミ箱化している惨状、もはや救いの余地はなかった。私潔癖症です。違います。いつも綺麗なんです。いつも綺麗だったらバナナ出てこないから。ちょ、ありえない。もうあの目も合わせたくないぐらい。あの1週間2週間じゃないと思う。そうそう、相当溜め込んでる量です。彼女だと思って家遊びって、これすぐ別れるで。違うんです、家に掃除機がないんです。買えよ。紹介してもらってます。相当だわ、すごい汚い。反省してる？はい、してます。全然してないよ。絶対に家帰ったらお掃除する？しないです。なんで？しなさいよ。怒られてるよ。これだってもうみんなだってドン引きするし、ファンの人だってかわいそうです。裏切ることになるよ。そうだよ。私あの実はトイレ行っても手洗わないし、あの私さっき怖いよ、あの小石ちゃんにすいません、北原さんトイレどこですかって言われて案内したから、今多分洗ってないですよ。やだ、行くんですって。なんとしても綺麗にねしてもらいたいな。本気だよ。お願いします、ぜひ。他人任せだ。自分に